はい、おいでの練習です。まずリードをつけてやりましょう。もう一回ファーッ、オッケー、オッケー。ちょっとビデオ探さないでになりますけど、すいません。いや、そう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 、声で呼び込んでいきましょう。そーす、早くて1回で踏みましょう。いや、はい、次はリードを立つのは持たずにやってみましょう。はい、ロングリードも一緒です。垂らしたままです。いや、いや、そうやって、いや、グー、オッケー。はい、ウッドです。いいですよ。いや、そう、はい、ちっぶっぱい、オッケー。いや、そう、はやりか。いや、そう、こんにちは、ドッグトレーナープリンパワーです。まず最初に屋外フリースペースで、リードをつけて、リードをつけてのおいでの練習をビデオで先に見てもらいました。その後に、ちょっと若干補足説明です。まずおいでを練習するときに、リードをつけて、リードは最初は普通のリードで、ちょっと慣れると長めのリードを使ってください。決してリードでタグるということではなくて、もう、コンタクト、以前にコンタクトのお話をしたと思うんですけども、コンタクトを取れて、心で、合図で呼び寄せるということです。それと、あと二つちょっとポイントですけども、おもちゃの、好きなおもちゃの意欲をそのまずつけておいてください。もう一つは、ポケットの中に、フード、普段食べるフードを持っておいてください。ポケットの中で結構です。そのおもちゃとかフードであるよとか言って、それで呼び寄せるのではありません。合図、おいでとか、シアとか、まあうちではヒアとかいう合図を使っています。お客さんのワンちゃんによっては、おいでとか言って、使い分けてを行っています。どういう言葉でもいいですから、呼び寄せるときには、一つ合言葉を家族の中で一つ決めておくということです。決して強い誇張ではなくてもいいですから、呼び込んでくる、迎え入っていくというよりかは、ちょっと引く気持ちぐらい、引くもしくは懐の中に呼び寄せるんだよというような心づもりで声をかけてあげてください。よく、うちの子はおいで、おいでって言っても来ないんですって言って、もう何回言っても来なければ、それは失敗例を作っていることなんで、犬は逆に勘違いをして、おいでって言われても、行かなくてもいいんだということになりますので、その合図する合言葉は、丁寧に、そして大切にしてください。最初の頃はもう2回もしくは3回声をかけて、その行動をしなかったらもう一旦ニュートラル、叱りもせず褒めもせず怒りもせず、もちろんです。だからその言葉を大切にして呼び寄せて成功率を上げていく。来たら一歩二歩でも来たら激励して褒めておきましょう。決してピタッとついてつくことだけがおいでじゃないということで、最初の頃ってワンちゃんが行こうかな、前のビデオにもあったと思うんですけど、行こうかなという気持ちがちょっとでも現れてたら褒める。あと、来た、手元まで来たら、まあ、大好きなおもちゃで遊んであげる。もしくは、ポケットからフードが出て、OK っていう形であげると。そしたら、まあ、おいでって言われて行けば、
いいことがあったんだというように意識づけていった方がおいでの成功率を上げることです。おいでって言ってガッとかこう逆にプレッシャーをかけると犬って逃げるんで、逆においでっていうちょっとこう引く、もしくはもう2歩3歩下がる行動ぐらいでも、飼い主さんが下がる行動でもいいですから、いい、そういうふうに心がけてやってください。まず最初はもうリード範疇でいいので、よくこの話をするとお客さんが勘違いされて、自主練習してきました、長いリードでロングリードをつけて、で今日は特別何かいいささみを持ってきました、おいでで、おいでができるんですって言って、何々さんそうじゃなくて、やっぱ心を通わしていきましょうという練習なのに、それだったらおやつであるとかささみとの関係だけでしょということで、何を練習しているかわからないことになる、なります。心と心を通じ合わせて絆づくりをしていくためにも、そういうふうにフードだこと、おもちゃとか最後はご褒美で出すんですけども、それを見せびらかして、はいおいでおいでではありませんので、いい成功率を上げてください。次にまた、ちょっと公園とか、うちのトレーニング場で、しているビデオがありますので、またそちらの方を、後半、見てください。そうそうそう、なんか、そう寄り添ってきたらもう OK なんで、楽しく忘れたら OK です。やってみましょう。 Stay good, good. はい、打ってね、打ってね、耐えるときかめ、はい、打ってね、はい、そうです、わざと後ろに下がっていきましょう。いや、よーし、ステイグーグーステイ、よし、なんかステイオケテイス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 テイ、よっリードを垂らして、リードを垂らして、そうそう呼び込んでいきましょう。よし。いや、そう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 。はい、よりこ。そうです、そうです。いや、来てるときに、キレして呼び込んで。オッケー。イェーイ、イェーイ、イェーイ。イェーイ。いや、そう。いや、グー。グッバイ、そう。いや、そう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 。シット。アリコ。おいで。おいで。おいで。いい。はい、シェルティとか、パブとか、豆柴ちゃん。のビデオはそれぞれ、月数にしたら4ヶ月、生後4ヶ月の子で、あそこまでできます。トレーナーだからできるんでしょうではありません。皆さんもやれば絶対できますから、チャレンジしていきましょう。ロングリードを、つけて、練習するときはロングリードをこう、リードもそうですけども引っ張るんじゃなくて、リードももう全部垂らして、全部垂らしておいて、どっかちょっと、違うところに行きそうだなと思ったら、そのロングリード、犬を捕まえに行くんじゃなくて、ロングリードをちょっと踏めば、犬ってそれ以上の行動ができなくなりますので、そういう風な練習の仕方もありますので、ロングリードは手にしっかり持っておくということではなくて、もう全部ロングリードを垂らしておいて、犬を捕まえることができなくても、近くのリードが垂れてる、地面に垂れてるリードだったらパッと足で踏めるので、そのように、心がけて練習をしてみてください。なんか、ヒア。ヒア。グッバイ。はい。で、ヒア。グッバイ。えい。オッケー。オッケー。
Okay. Yeah. Okay. Yeah. Bye bye. Yeah, 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 yeah. Oish. Okay. Good.はい、こっちや。ゴー。えい。オッケー。えい。えい。いや。おー。はい、こっちにもう向かっているときにでも、合図を送って、合図の意識づけをさせていきましょう。はい。逆光ですけど、はい。いや、そうそう、はい、いや、グッバイ、いや、グッバイ、はい、みなこ、いや、いや、グッバイ、はい、こっちや。ゴー。はい、いかがでしたか？なんか、ビデオを見ていると、いきなりステップアップしているような、雰囲気で、見られるかもしれませんけども、決してそういうことではありません。本当に、最初の、犬を飼い始めたら大切なことの中で、コンタクトをしっかり、取って、意識づけをしっかりこっち側に持ってきて、練習していきましょうね、ということと、このおいでがスムースにいけばそんなに、月数がかかるものではありません、しっかりとこのコンタクトと おいで、そして手元で遊べる状況を作っていたら、次のいかなることでもどんどんやっていけるので、まず最初の、コンタクトの段階の次はこのおいでということをしっかり、学んで、いい、ドッグライフを進めてください。今回はありがとうございました。このチャンネルでは犬のお役立ち情報、しつけ、トレーニング、癒しの写真、動画などを随時配信しています。チャンネルを登録していただくことで、当園の、スクールに入校するものと同じになりますので、ぜひこの機会でチャンネルを登録をして、次回の配信に、お楽しみください。次回は、さらにおいでの練習と、豆柴ちゃん、パグちゃん、前回も出てました、ヨークシャーテリアのワンちゃんがそれぞれ成長過程していく段階で、どんどんまだ、できる状況を、見ていただきます。どうか、まあ、今後の楽しみで、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。今回はありがとうございました。